こんにちは、ザキツカです。今日は高知県にある種崎千松公園に来てます。キャンプをするというね、有名な公園で、駐車場も結構広いですね。で、そこが防波堤、まあ、釣りの有名なスポットですね。釣りスポットでもありますね。ちょっと公園の方を見てみますか。実はね、昨日ここに車を止めてね、車で車中泊をしたんですが、夜中ねすごい車来るんですよね。週末だったから、土曜日だったからかな、ひっきりなしにね車がワンサが来るんですよね。あんまりね眠れなかった。本当にすげえ大人気スポットです。駐車場からちょっと入ると真ん中に水道があるのかな、なんか水道がありますね。あ、水出ますね。売店で受付しております。あ、ここって届け出制なんだね。でも当日売店で受付なんだ。へえ。なんだ俺、流し台に上がっての水使用、上がってここに、どういうこと。あ、違う違う、ここに寝っ転がってってことか。あー、体洗うのにここで寝っ転がって水使わないでくださいって、そういうことか。そんな人いんの、うん、向こう側にも水道があるね。近いな、近いところにトイレがあるね。巡礼の人がいますね。ほんとね、昨日の夜マジでいっぱい人が、車が入れ替わり立ち替わり来るんだよね。お、海だ。お、なんだあれ、ものすごい人が、1,2,3,4,5,6,7,8、 あんな狭いところで8人釣りしてる人がいるぞ。マジか、海がすごいな。綺麗だね、海釣りスポットですね。ちょっと海釣りスポットに行ってみ、あ、猫がいますね。黒猫がいます。こんにちは。ここは何がいる感じなんですか。魚、はい、もういろいろいっぱいおればおるし、いろいろおらんにはおらん。あ、いや、今は何か知らずれるんですね。メッキが出たりしてるんだけど。あ、メッキとかがいるんですか。こんだけ人数おって一人あげたら拍手喝采やけど。そうですね。あ、なんか釣れましたね。マスキー出ちゃって。おめでとうございます。これは、これって歯偉い。はい、偉い。 あ、 ありがとうございます。これが黒星。そう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 。へえ、こういうのが取れるんですね。楽しい。あ、小さい、小さい方。お、ありがとうございます。大きくなります。いっぱい釣れてますね。うん、ちょこちょこ。へえ、こんなに釣れるんですね。こっちが大きい方。大きい方。あ、本当だ。あ、歯がついてる。あ、いて。あ、いっぱいだ。5匹ぐらい。アジ。アジ。あ、でっかいアジ。そして再び公園の方に来ました。公園のね、ちょっと奥の方に来たらね、なんか、かまどがありますね。かまどがあります。ここで火が使えるのかな。バーベキューできるかまどがありますね。キャンプ場に最適で、すぐそこが駐車場で車止められますね。高架下にいっぱい車が止められる。なるほどね。